皆さんこんにちは、天蔵です。今日はね、お休みなので自宅で撮影しています。こっちがお母さんのもこちゃんです。そして、ね、こっちが子供のてんちゃんです。てんちゃん何歳ですか？てんちゃんは2歳です。もこちゃん、もこちゃん。もこ。もこは4歳です。はい、いなくなっちゃった。じゃあ、我が家の、せっかくなので、まあ、大したことないですけど、僕の家に飾ってる植物の紹介をしたいと思います。はい。じゃあ、最初に、はい。これは、ペペロミアですね。オブツフシフォリア。よくわかんないや。確かそんな名前だったと思います。缶に入れてしてあります。これはね、中にプラケースが入ってますよ。なので水漏れはしません。はい、アグラオネマですね。かっこいいでしょ。これは確か斑が入ると斑の入り方でめちゃめちゃ値段が高くなる植物です。だったと思います。自作のコンクリート鉢に多肉ちゃん。名前わかんないですね。はい、一番最初にね、2ヶ月前に子供と作るニコロちゃんということで紹介しましたけど、それがこれです。ちょっとね、もう傷んで下に落ちてますけど、だいぶ成長しました。もうね、根が出てきてますね。こちらもタニコロちゃんです。お、見てください。落ちた葉っぱからもう芽が出てきてます。こういう風にね、多肉植物は葉っぱからも芽が出るので、落ちた葉っぱもね、大事に育てるといいと思います。もうね、これはちょっと今日お手入れしてないのであんまり見ないでください。これ、はい、こちらは香港カポックシェフレラですね。めちゃめちゃ強いです。もう多分、4、5年になると思います、これは。これもね、自作の鉢です。名前何だったかな？サンスベリアの、あ、そうだ。サムライです。サムライ。かっこいいですよね。これ僕の一番のお気に入りです。水がね、ほとんどいらない。半年、下手すると1年水をあげなくても平気で生きているという、まさしく侍のような植物です。これはポトスの、マーブルポトス。油おねまを瓶で刺して、もう根がついてます。これはフィロデンかな。瓶に入れたライムポトスとマーブルポトス、エンジョイポトスですかね。いいです。こういうね、ぶら下げるのもやっぱいいですよね。はい、こちらもね、
2ヶ月ぐらい前に枯れにくい観葉植物ね、寄せ植え編で作った寄せ植えです。元気に育ってます。コウモリランです。板にね、貼り付けてぶら下げてます。マッサージ機の横にはね、ウンベラータがあります。揉まれながら葉っぱを見ていつも癒されてます。はい、部屋の角にはね、モンステラを瓶に入れて育ててます。日陰にね、強いからモンステラはこうやって日が当たらないところの場所に置けるので便利ですね。キッチンのところにはアスパラが置いてあります。かわいいですよね。はい、こっちにはコウモリランです。これもね、自作の鉢です。こっちにもエンジョイポトスがまた、はい、これはミリオンバンブーですね。ミリオンバンブーを瓶で飾ってます。今年作ったクリスマスローズのドライフラワーです。はい、ハンキングで、これはね、テーブルヤシと、これガジュマルです。ツタのタイプのガジュマルですね。これめちゃくちゃ強いです。この寄せ植えももう7年ほどここにあります。乾燥にね、2つとも強いので、とっても育てやすいです。そしてね、テーブルの上には、はい、一番最初に紹介したペペロミアが伸びたのを切って、瓶でね、育ててます。こうやってね、水の中に入れて、根をね、楽しむのも、とってもおすすめです。ペペロミアはね、乾燥にも強いんで、水で刺すと、あまり良くないみたいな人もいますけど、全然大丈夫です。水でもね、こうやって育ちます。トラノなんかもね、こうやって瓶に入れとくと、こういう白根が出てきて増やすこともできます。このね、板は一番上のお姉ちゃんの手作りです。お庭に出ます。お庭にはファイヤーボールがぶら下がってます。これね、1個あるとアクセントでめちゃめちゃおしゃれになります。ちっちゃい庭ですが、ナスビです。最近うちでハマってるソフォラちゃんですね。リトルベイビー、めちゃくちゃ可愛いです。試しで刺し目をいくつか違う方法でやってます。つくかどうかは分かりませんけど、ついたらラッキー。ギボウシちゃんです。もうね、梅雨で枯れ始めました。これはユッカロストラータですね。おい、出てきたのか。なんかね、美味しいのかわからないけど、このちょっと生えてくる草をね、この子たちは好きみたいで、結構食べます。スモークツリーはですね、
結構雨にも強いですよね。綿があるから落ちそうだけど。オリーブです。おい、食べ過ぎやろ。ほら、ナスビがまたなり始めてます。子供がこっちにも。うわ、結構大きくなってます。もうね、これのまだ大きいサイズがもうすでに5本くらい取れました。このぐらいのね、プランターで収穫できるのでやってみる価値はありますよ。シマトネリコの下にはエアープランツの、なんだったっけ、ウスデオイデネスですか、年中ぶら下がってます。もともとね、外のジャングルの植物なんで、こういうところに風通しがいいところにぶら下がってるのが好きなんでしょうね。どんどん増えていきます。このぐらいだったのがこんだけ増えてます。ほったらかしです。あそこにひっそりコウモリランがくっついて自生してます。枯れてたのをね、あそこに挟んでたら復活しました。おい、君たち食べ過ぎだ。ヤギいらず。あんまり食べるとお腹壊すよ。三つ葉が好きみたい。でもね、絶対ドクダミは食べませんからね。入って入って入って、はい、お家帰って、はいはい。我が家に設置している観葉植物、ちょっとだけねご紹介しましたけど、いろんなね楽しみ方があるので皆さん試してみてください。やっぱりね、僕のおすすめはこの瓶に入れて根を楽しむタイプは僕は大好きです。見てるだけでね癒されるでしょ。またね、いろんなタイプの植物飾り方やね楽しみ方が思いついたら皆さんに随時お知らせしたいと思います。うちはね、瀬戸屋なんで隣近所がくっついてるので小声でしか紹介できませんでした。はい、じゃあね、100名達成記念プレゼントコーナー、今日の18時までとなってます。今がね14時40分です。あと約3時間、締め切りまで3時間ですので、まだまだ間に合います。応募してない方はね、応募してください。このね動画のコメント欄でも構いません。プレゼント希望ですと言ってください。今日の18時までです。皆様応募待ってます。じゃあね、今日はここまで、バイバイ。見て、カメラ。カメラ見て。バイバーイ。